マーク・ザッカーバーグについて。皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり機構は、マーク・ザッカーバーグについて紹介していこうと思います。IT の四騎士として、泣く子も黙るガーファは、日本においても誰もが知っている大企業の集まりだと言えます。Google、Amazon、Facebook、Apple は、もはや老若男女を問わず、一度は使ったことがあるサービスといっても過言ではありません。特に Facebook は SNS ブームの火付け役のような存在であり、世界のインターネットの歴史にしっかりとその名を刻み込んだと言えるでしょう。その Facebook を作り上げた人物こそがマーク・ザッカーバーグであり、彼こそが今回の主役なのです。Facebook とは何か、今更と言われるかもしれませんが、 Facebook について説明していきましょう。アメリカハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ、ダスティン・モクスコビッツ、エドゥアルド・サベリンが2004年に設立したソーシャルネットワーク SNS が Facebook であり、はじめはハーバード大学のみだったものが瞬く間に他大学に広がり、さらには世界的な展開を見せていくのでした。そもそも SNS 自体は1990年代後半から存在していたため、 Facebook が最初というわけではありませんが、実名登録を規則としていたり、友人たちの動向が分かりやすいニュースフィードを導入するなど、画期的な仕組みが人気となります。今ではおなじみとなったいいねのボタンもFacebook から始まっており、当時の SNS 界に革命を起こすネットサービスとなったのです。隣の芝は青いとか、他人の不幸は蜜の味ということわざもあるくらい、人は他人の行動が気になる生き物ですが、マーク・ザッカーバーグはその心理を巧みに利用し、 Facebook を世界的にメジャーな存在に押し上げたといえます。また実際に対面では話しづらい内容であっても、書き込みであれば公表できてしまうこともあり、人の持つ知られざる一面が垣間見れてしまうのが Facebook の魔力なのかもしれません。 Facebook は設立後わずか3年でマイクロソフトと広告の独占契約を結んだり、 Windows Live とシステム統合するなど、 IT 企業として飛躍的に力をつけていきます。マイクロソフトが Facebook に対してつけた時価総額は150億ドルだったと言われていますが、当時同社がヤフーを買収しようとして提示した額は446億ドルだったので、この時点で Facebook はヤフーの3分の1にあたる市場価値があると評価されていたことになります。2008年にはマーク・ザッカーバーグが日本に来日して講演しますが、その場で日本語版を一般公開するといったパフォーマンスを見せました。2010年には映画ソーシャルネットワークが公開され、その人気は拍車をかけるように上がっていき、 SNS では欠かすことのできない不動の地位を確立するのです。この映画のヒットによりマーク・ザッカーバーグの知名度も上がり、日本でもすっかり有名人となります。ちょっと人とは違う変わり者のキャラは映画で存分に発揮されていますが、本物の彼もまた強烈な個性を持つ人物であることは間違いがないようですね。数々の伝説を作った男、マーク・ザッカーバーグ。 Facebook の創立者マーク・ザッカーバーグは1984年5月14日にアメリカ・ニューヨーク州にてユダヤ人として生まれます。父は歯科医、母は精神科医という医者夫婦のもとで、姉一人と妹二人に挟まれた次男として育ちました。入学した高校で2年を過ごしますが、次第に退屈してしまい、エリート進学校に転校します。この頃から IT 関連の才能はすでに開花しており、友人と音楽再生ソフトシナプスメディアプレイヤーを開発し、取引には至らないまでもマイクロソフトなどから高い評価を受けていたようです。シナプスメディアプレイヤーは視聴したユーザーの過去に聴いた曲を分析して、次に聴きたいと思う曲を予測してくれる機能がついており、彼の才能を証明するかのような時代を先取りしたソフトだと言えるでしょう。ハーバード大学に入学した彼は他の学生たちのリストを参照するサービスの開発を行いますが、それがエスカレートして学校側から睨まれることになります。
問題となったサービスが Facebook の前身だと言われた facemash.com なのですが、これはなかなか学生乗りの悪ふざけが効いた代物でした。在学中の女子生徒の写真を2枚並べてどちらか美人か比べるといった格付けサイトを堂々と構築してしまったのです。非難されない方が不自然だと思われるほどの下劣なアイデア満載のこのサイトは案の定大学内で大問題となり、わずか4時間程度で閉鎖され、マーク・ザッカーバーグは厳しい処分を受けますが、大学側の大人の事情もあったのか起訴までには発展せず、なんとか逮捕は免れています。もちろん女子学生からは数えきれないほどの軽蔑な視線を浴びる結果になりますが、これにめげないところが彼の強さだと言えるようです。そしてついに Facebook を立ち上げますが、その後に大学を休学し、1年後には中退という華々しい功績を残すのでした。自由で公然とした情報利用に対し徹底した姿勢で挑むマーク・ザッカーバーグは大学にとっては驚異的な問題児でしかなかったようですが、 Facebook のような世界的に使われるツールの創生者を生み出したという点ではさすがハーバード大学とも言えるのかもしれませんね。 Facebook が破ろうとするプライバシーという壁。 Facebook の代表的な機能として知られるニュースフィードですが、友人以外の見ず知らずの人が投稿の閲覧をしてしまうことがあり、サイバーストーキング行為につながる可能性があると非難されました。突然追加されたプライバシー侵害の新機能にユーザーたちがざわつき始めたために、さすがのマーク・ザッカーバーグも謝罪の言葉を掲載しましたが、ニュースフィードをなくしたりはせずに新しいプライバシー保護機能を追加することで自分の方針を守ります。プライバシーと関わることは Facebook にとって切っても切れない宿命のようなものですが、積もり積もったユーザー情報流出問題は2018年4月にマーク・ザッカーバーグをアメリカ連邦議会上院司法委員会の公聴会に出席させる事態となるのでした。しかし厳しい追及を巧みにかわすことに成功したため、これ以上は大きな問題にならないという流れになり、低迷していた Facebook の株価に復活の機会を与える結果となったのです。Facebook ではザックられるが流行語。 Facebook 内でアカウントが凍結されたり削除されることをザックられると言います。英語では I got zacked といった感じで使われているようです。アカウントまではいかなくてもページが削除された場合もページがザックられたと表現したりします。自由な情報交換をモットーとする Facebook であっても、行き過ぎた投稿には削除の措置が取られてしまうようです。またマーク・ザッカーバーグをネタにした投稿も時にはザックられる原因になる場合もあるので注意が必要です。2020年に Facebook では仮想通貨リブラの発行を予定していますが、さすがにゲットした仮想通貨がザックられるという事態は避けたいものです。賛否両論を生むマーク・ザッカーバーグの言葉。マーク・ザッカーバーグの言葉は時に人から反感を買うこともあります。例えば若い人間の方が頭がいいと言ってみたりしますが、これは年長者からすれば生意気な若者の暴言としか捉えてもらえないでしょう。しかし彼の様々な言葉をいろいろ集めてみると、そこには真面目な人間性を見出すことができたり、人一倍苦労してきた意外な姿も見えてくるのです。どんどん変化していく時代の中でリスクを背負うというのは大切なことであると語っていたり、仕事をする上で大切なことは完璧を目指すよりまずは終わらせることだと語っています。またプレゼンなどの強気なスピーチからは想像できないような家族思いの一面が見えるのもマーク・ザッカーバーグという人間の魅力であると言えるのです。まとめ。マーク・ザッカーバーグはついついビッグマウスのイメージが強くなりがちですが、実はひたむきでコツコツと自分の仕事に努力し続けてきた人物でもあるのです。どんなに非難されても自分の信じた道を進める強引なやり方には時にはたくさんの敵を作ってしまうことがあります。 IT 業界で言えばアップルのスティーブ・ジョブズや2チャンネルの西村博之などの顔が浮かびますが、彼らもまた賛否両論されながら道を切り開いてきた人たちだと言えます。 Facebook がここまで
たくさんの人から支持され利用されるのはユーザーの心理を見抜き魅力的な機能を追加してきた結果であり、今後も進化していくことが期待されているのです。マーク・ザッカーバーグが次に何を仕掛けてくるのか少し楽しみになってきますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらにボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。